春野は前も言いましたけど、本当に不足しているのは経験だけで、彼の持っている能力っていうのは本当に素晴らしいものがあるし、本当に経験を積んで自分自身、学ぶ姿勢を続けて、毎日真摯にトレーニングを続ければ本当に日本を代表するようなセンターバックに僕はなると思ってます、はい。でも撮ってるんですか。春野といえば、春野といえば、まあ年相応には見えないですけど、相当頭悪いと思います。すごいところ、まあいい意味でも色っぽい、まあ老けてるだけですけど、聞きたいすること、まあ試合でもっとイケイケで、普段はイケイケなのに試合だとあんまり喋んないから、もうちょっと頑張ってほしいです。OK です。うざい。ない。ない。すごいところ。なんだろうな。メンタル強いんじゃない？意外に。はい、以上です。本当、パス回しもうまいし、守備もできるから、そういうとこはすごいいいところだと思います。どんなキャラクター？喜怒哀楽が激しい、先輩は先輩と思わないところ、これからも仲良くしてね。ルイチ、あ、前田さん、すいません。いつもお世話になってます。まあ、僕は年下なんで、これからも前田さんについていきます。ジャス、何やってんの。これ吉勝さんの悪口。ジュビロ TV、春野くんです。吉勝さん、練習しないって言ってきました。すみません。チームメイトの皆さん、いつもお世話になっています。みんなに負けないようにこれからも練習頑張るので、よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。僕自身まだまだ未熟ではありますが、ジュビロが優勝するために、一つでも貢献できるように僕自身頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。 OK、 よっしゃ、終わり。